小堀克洋の審査会トークジャンボリー、この時間のスペシャルゲストです岡村孝子さんです。はい、どうもよろしくでございます。よろしくお願いします。結構久しぶりっていうよりは割と会ってたので、春ね、はい、エールキャンペーンとかのお会いしてるし、そうですね、お会いしました、ね、はい、はい、なんか、フル回転というかすごいことになってきてて、活動もソロの、ちょうど今あのライブをしている合間に、うん、あの Do My Best 2という、ね、アルバムをリリースしたので、はいはい、さソロで30年の、はい、30周年イヤー、きれい、でもう、はい、それこそお嬢さんが、はい、孝子さんがアミンでデビューしたぐらいの年になってきてるのね。そうですね、19歳になりました。早いですね。ねえ不思議ですよね。そうですね、あのやっぱり中学生ぐらいまでは、うん、あのこういう生活が、育児をしたりとか、うん、家事をしたりとか、うんうんうん、しながら音楽活動するのがいつまで続くんだろうと思ったんですけども、うんうんうん、それからはあっという間に気づいたら19歳になったので、ね、あとはもう自分でどうぞっていうもう手も離れたしみたいな。そうですね、うん、でさ、あのあれですよ、はい、いろいろ新聞にあのエッセイとか連載されてるのって、はい、まあ、いろんな日々のこととか拝見しながら、はい、ああと思いながら、大体今もそうですけど、よく喋るようになってる、この人喋る人なんだっていうイメージがさそうですね、アミン時代はどこへ行っても喋りますかって聞かれて、はい、私はあの箱と、うん、あの大学ではちゃんと普通に喋っていたので、はい、多分歌番組で結構生番組で急に歌ったりとかたくさんして、知らない世界で、うん、あのすごくこう時間も忙しくて、うんうん、もう呆然としてしまってて、はい、でもああって思ってるうちに喋らない人と思われてしまったみたいで、まあテンポは呪いんですけど、いやいや昔よりだいぶ早いですよ。 ありがとうございますいやそれで、はい、一時あの、当時の担当の方の、はい、名古屋、僕番組やってたじゃないですか、はい、来てもらって、なんか勝手な憶測で、あ小林さんどうも岡村孝子はあの嫌いみたいだみたいなさ、なんか、あ小堀さんが、うん、で、はい、だからあのブッキングしない方がいいですよって、えちょっと待って、あれがそういう人だった、小堀さんは非常にそっけないからって言って、はい、じゃあちょ俺どういうふうにアプローチしていいか、なんか言うと泣きそうになっちゃうような感じがして、そうですか、うん、いや私のイメージではすごく優しくしていただいたイメージで、はい、いやなんか突っ込むと、あごめんごめんって言いそうな感じになってた。いえ全然大丈夫でしたか。全然大丈夫なんですけど、はい、やっぱりすごいこう気難しくて、うん、なんか喋らないっていうイメージは最初あったみたいで、うん、ソロデビューした時にどこに行っても喋るんですかって聞かれました、はい、ですよね、喋りますって、ねえ、はいはい、それでこれ9月7日にこの Do My Best 2が、まあ、30周年記念のオールタイムベストですけど、まあ、今もね、はい、夢を諦めないでとか、まあ、エールキャンペーンの時もねこの曲も提供いただいて流れてますけども、はい、いや新曲ももちろんこれ入ってて、はい、これが意外と、初めてのコラボっていう、そうあのコラボが初めてなんですけども、唐島みどりさんと平松恵里さんにコーラスで参加していただきました、はい、なんかすごく接点があって、しょっちゅう一緒にお互いのスタジオ行ってなんかやってる感じがあったんだけど、そうでもないんですか、はい、ないですあの、ね、平松さんは20年ぐらい前に、あの平松さんの「うまし都」っていう歌にコーラスで参加させていただいて、うん、それからちょっと交流はあって、うんうん、で唐島さんはソロデビューした時に同じレコード会社だったんですけども、お会いしたことが一度もなくて、で5年前に沖縄でいろいろなアーティストがこう参加する野外のコンサートで、うん、はいはい、初めてお会いして、え5年前5年ぐらい前に、長いキャリアね、はい、であのメルアドを交換して、はい、それからのお付き合いですね、はい、熟女女子会みたいな感じだ、ね、いや女子あ女子、ね、いい感じですよねじゃあ早速、はい、あのその曲をまず聴きましょうか、はい、じゃあお願いします。はい、ハロー、まあ、あのこの Do My Best は、まあ、おなじみの曲もあったり、それからそれの新録もあったり、はい、そしてこうやって新しい曲が入ったり、はい、なんか30年ってやっぱ素敵な年代ですよね、はい、あの
ソロデビューした時は、うん、3年ぐらい続けばいいかなというか、3枚アルバムが作れたらいいな、うん、アミンが1年半だったんで、あ、そんなもんだったか、どれぐらいやれるかなって思ってたら30年、はい、ね、歩いてこれたので、本当に応援してくださる方や、はい、ずっと同じスタッフで音楽作ったりとか、うん、ステージを作ってるんですけども、うん、もう支えてくださる皆さんのおかげかなと思って、いや本当に感謝してます。だってもう200曲くらいになる曲、はい、そうですね、200ぐらいです、ね、すごいですよね。そうですね、もう若い頃、20代の頃若い頃かちょっと記憶ですね、はいはい、ちぎっては投げちぎっては投げで、うんうん、アルバムを毎年作ってて、うんうんうん、でさすがにちょっと出産をしてからはペースがゆっくりになったんですけども、うん、まさかこんなに長くたくさんアルバム作れると思わなかったので、うん、で14年前にアミンからデビューして20周年の Do My Best を出したんですけども、うん、はい、もうこの先10年後だとスタッフも私よりお兄さんが多いので、はい、作れないかもしれないから今作ろうということに、なんか冗談ですけど、いやいや、でもみんなまだまだ今昔と違ってその、はい、ずっと元気じゃないですか、もうおじさんだとおばさんだと、みんなさん本当に元気で、ね、コンサート会場とか、うんうん、スタジオでも、うん、毎回顔を合わせるたびに、うん、本当にあ、こうやってみんなと一緒に作っていけて幸せだなって顔は合わせてるんですけど、うんうん、やっぱりもう1枚でも、うん、あと1つステージ1つ1つより多くこれから一緒に作っていけたらいいなと思っています。全然大丈夫です。銀色の少女になっても周りが銀色の少年になっても全然大丈夫です。もうなんかちょっと体力をつけていかないとなとは思いますが、うん、でほらアルバムには、はい、もちろん2枚組になってて、あと DVD のやつがあって、はい、初回限定版ね、はい、これを見るだに、あ、これも、まあ、ソロになっての頃からずっとあったり、はい、あとほら、ステージの今の模様とかもあって、はい、なんか一緒にみんなが岡村孝子っていうアーティストと歩いた感じがすごく分かっていいですね。そうですね、なんか本当に私の音楽を応援してくださってる皆さんも含めてみんなで作ってきたというか、振り返るともうどの時点でもみんないてくれたなというか、うん、ずっと私幸せだったなって今回このアルバムとか映像を見て、うん、あ、ずっと幸せだったし今も幸せだし、うんうん、本当になんかありがたいことだなと思いながら作りました。いや、だってすごいじゃない、岡崎は、名誉市民だった。あ、今年いただきました、ね、え、あと愛知県 の、まあ、いわゆる幸せ大使みたいな感じのなんか、岡崎の市民栄誉賞 と愛知の音楽大使、音楽大使だ、はい、あ、そうだし、まあ、そう、文化人でもあり歌手でもありみたいになったじゃないですか。なんか30年活動をソロで続けてきて、今年両方ともいただいたので、やっとふるさとにちょっと認めていただけたのかなって。いやいや、大変の、昔から大変なんですよ、アミンのあーっていうみたいな。そうですか、なんか30年でやっとなんとなく頑張ったって言ってもらえたのかなって思って、ますます頑張らなくちゃって。いやいや、だって、10月1日はだから、はい、この岡村孝子、コンサート2016のティーズガーデン、これ皆さんと、はい、まあ、おなじみの、メンバーも一緒で、豊川市文化会館大ホール、はい、10月1日、あとちょっと先になると12月20日、はい、これは名古屋は芸奏センターですが、はい、ここになるとタイトルがクリスマスピクニック。いいですね、クリスマスピクニックっていうのが、はい、クリスマスパーティーじゃなくて、クリスマスの時期をみんなでワイワイ楽しく過ごしましょうという、うんうん、この時期にここへ行けば会えるというコンサートを毎年やってるんですけども、うんうん、今年は芸術創造センターでやります、うん、バックにプロジェクターで映像も見たいなと、はい、この DVD が特典で入ってるのを見て思ったんですよ。コンサートのですか。コンサートのバックにこう流れたりすると嬉しいからっていうのは、俺30年前なんですか、ソロデビューの時のフランスに行って撮った、はいはい、僕深くにまで初めて、ってこれ、映像はものすごく綺麗ですね、パリの街の風景とか、うんうん、佐藤奈々子さんというカメラマンの方が撮ってくれたんですけども、うんうん、
もう今見ても全然古くなくて、うん、であのドゥマゴとかカフェの中を、はいはい、こんな大きな50センチぐらいのエッフェル塔を持ってそうそうそう歩いてこいって言うんですよ。でバックショットフード入っていくところとかずっと、はい、みんなお茶飲んでるところとか、そうで、あの奈々子さんがカメラを通して私とあなたの戦いだからって言われて、で全然許諾も取らずに、いや後ろの映ってるあの恋人同士とかいろんな人、はい、って顔見てる人もいるし何みたいな感じでみんな見てますよね。なんかちょっと、はい、セピアっぽい感じですごいなんか、はい、あのなんだろう映画、はい、前衛映画みたいな感じ、そうですね、フランス映画みたいな感じで、でセーヌ川の橋の上でもあのエッフェル塔を持って踊ってたんですけど、はいはいはい、そしたら帰りの日に、はい、次の日に飛行機に乗って座ったら、うん、隣に座った大学生の男の子が、うん、すみません人違いかもしれませんけど、うん、昨日セーヌ川の橋で踊ってませんでしたかって聞かれて踊ってましたって。え、それ日本人の人？日本人の。びっくりしたんだろう、なんだこれみたいな。でもあ見てたんだとか思って、結構あの車の渋滞が起こってしまって、はいはいはい、なんだあれはみたいな。無許可で。無許可で。今だともうテロとかなんかダメかね。あの時もテロあったかもしれない。なんかだからあの人が来たらパッと逃げるみたいな、ちょっと言ってはいけないですから、ね、いやいやいやもう時効ですから、はい、だってそのフェミニンなこうウェディングドレスみたいなの持ってエッフェル塔を持って、はい、わーっと踊ってたりとか、はい、でこう次はそれを着てこうエッフェル塔を持ってたりとか、そうです ね、あの23歳の時なんですけど、うん、奈々子さんが私の音楽を聴いて、うん、岡村さん、あ、高子ちゃんっていうのは、うん、こういつでもこうウェディングドレスを着てお嫁に行くわっていう感じなんだけど、うん、結婚式の前日にいきなりウェディングドレスを脱ぎ捨てて、うん、私は一人で歩いていきますっていうような、うん、きっとタイプでしょって言われて勝手になんかそういうコンセプトみたいですけども、まあなんか遠くはないかなとか思いました。いやいやいやでもまあ今はね、まあ、また新しいワンちゃんがまだちっちゃいでしょ、2歳、2歳に、はい、なったぐらい、2歳ちょっと2歳半ぐらいですね、あ、お嬢さんの手が離れたらもう一回子育てしたいみたいな感じなんですかね。あのもうどこでもこう粗相するとか、うん、スリッパをかじるとかそういう時期は終わって、うん、あのすごい賢くて親バカ、言葉を分かるんですよ、うん、うちもそうだもん、あ、そうですよね、うん、でちょっとでもなんか言うと、うん、こう耳をこう、はい、ピクッて動かして、そうそうそうで、あの彼女や彼たちに向かって言ってない時でもね、そうそうで違う人と話して、いやこの子がっていう話を指差しもしないで言ってるけど、ちょっと見ると耳がピクッこっちこう、はい、アンテナ張ってるみたいな、自分のこと言ってる、分かるし、かるなんかあれを持って、クマちゃんのぬいぐるみ持っといでって言うと持ってくるし、うんうん、はいはい、あの本当いけないんですけど、はい、アイスクリームとかちょっと小分けしてあげて、はいはいはい、で空っぽにカップがなった時に、うん、カップ持ってきたらあげるって言うとカップ持ってくる、はい、賢いとか思っていいお互い見事にやばかなものがあるから、ね、これに関してはね、はい、まあ、10月1日の豊川市文化会館と12月20日の名古屋の芸装センターを楽しみにしながら、はい、あのまあ、ラジオ聴きの皆さんもあれは本田隆子さん結構喋るし面白いと思った方多いかもしれないライブならではの MC もね、あ、楽しみ、うん、でも MC やっぱりすごく頑張って喋ってますそうなんだ、なん別にお客さんに笑ってもらうとかは思ってないんですけども、なんかこうあまりにも聞き込まれてこうシーンとされるとなんかあここ笑うとこなんですけどとか思ったりいいなちょっと誰かに、うん、あのついてお話習おうかなとかいやいやいやそのままがいいな、はいはい、じゃあこの2枚組のアルバム、Do My Best 2、はい、どれにしようかって困るんですが、もう一曲いただきながらお別れしようと思いますが、どうしましょう。はい、今一番言いたいことに近いかなっていう、うん、あの誰もがみんな必要とされてこの世に生まれてきたんだよっていう、うん、大切な人という歌を聴いてください、うん、はい、いや誰にでも大切な人はいますし、自分も誰かにとっての大切な人でやっぱりありたいなと思います、はいはい、いやまたあの、楽しかったです。また違う高子さんの顔も今日見ることができました。 ありがとうございます、はい、またお会いするの楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。岡村高子さんでした。